皆さん、お待たせいたしました。今回の会議は、教会職員の私が進行役。では、ワクチンマン消滅後の総括会議を始めましょう。およそ3年前、日増しに深刻化する怪人の脅威に抗う、大富豪であるアゴーニシはヒーロー協会を設立しました。非営利団体である協会は、正義をモットーに、今日も数多くのプロヒーローを集めています。協会の指示のもと、プロヒーローたちは災害現場へと赴き、怪人ヒーロー協会はまさに人類が怪人に抗うために気づかれ、しかし先日、まさにヒーロー協会本部のあるここ A 社最強レベルの S 級ヒーローが協会本部にいれば、ワクチンマンなど早々に倒せただろう。それにワクチンマンはすでにあの男が倒しているではないか。それについては私の方からご説明させてください。 S 級ヒーローは十数名しかおらず、とても希少な存在なのです。災害勃発後、協会は真っ先に彼らを招集しました。ですが S 級ヒーローも現場に到着するまで時間がかかります。歌神さんなどあまりにも体が大きすぎるため、協会が用意した車にも乗れず、ですからS 級ヒーローだけに頼るわけにはいきません。災害に抗うには他のヒーローたちの協力も不可欠なのです。ワクチンマンの一件からも分かるように、あの方が到着されるまで A 級や B 級ヒーローが怪人を足止めしてくれ。それこそ今回の会議の要点なのです。ではここで2人のヒーローをご紹介させてください。皆さん、この二人は共に A 級ヒーローです。ヒーローネームは、今回のワクチンマンによる災害で真っ先に現場に駆けつけたヒーローの一人でもある。二人とも、今回のワクチンマンの一件をどう？悪い。こうなってしまったのは自分たちのせいだ。今回の災害では数十名ものヒーローが。待て。協会の災害対策チームもワクチンマンの一件に関する報告書を繰り返し見直して、ヒーローたちは戦いの最中もあうんの呼吸というか、その原因はおそらく急ごしらえで組まれたチームだったから。そこで対策チームの要望により、協会の研究員が合同作戦という新たな戦闘。それは一種のバーチャルバトルシステム。ヒーローたちがチームを組んで、システムが作り出した仮想の怪人と戦うの。合同作戦を通してチームでの戦闘経験をチームワークを高める。それでどうやってその計画を。イナズマックス君とスマイルマン、この計画ではまず君たちにチームを組んで合同。しかし何、君たちの戦闘スタイルは比較的近い。それにこれまでにも共に戦った経験。分かった。うん、合同作戦システムを最大限活用するために、君たちには1階のホール中央にある合同作戦端末のところで待っているから、仲間を見つけたら話しかけてくれ。それといや、だから、あ、
この前のあれさ。それは いいぜ。いや。はい。こちらから探索時にご利用されるキャラクターを切り替えることができ、こちらから探索キャラ切り替え機能を開い。切り替えたいキャラクターをお選びください。クリックしてキャラクター。さあ行きましょう。この前のあれさ。やあ、さらに だから この前のあれさ。行動作戦は難易度別にレベルが分かれて、作戦に参加するをクリックして合同。この画面から作戦に参加するクリックして、チームに加える空白枠をクリックすると、もう一度クリック、もう一度、チーム編成が完了しました。こっちだ。ついてこれるか。こいつでどうだ、こいつでどうだ。飛び打ちと回し蹴り、いって、こいつでどうだ。よっ、
来れるか。何者だ。地球の使徒である私に反抗つもりか。ここだ。準備完了。ほら、地球の使徒である私に反抗つもりか。ついてこれるか。何者だお前。いいな、負けねえ。ありがとう。うん、わかった。ええ、だからキャラクターの簡易的な強化を行えるレベル、まだまだ。アイコンをクリックすると育成するキャラクターレベルアップをクリックしてレベルプラスをクリックして経験カードを、この前のあれさ。モジュール01のクエスト 1-2 が解放されました。こちらからクエスト、こちらをクリックして合同作戦 1-2 を。ほとんどの怪人には弱点が存在します。クリックして怪人の、それぞれの怪人の弱点に合わせて、こちらからメインキャラクターは実際に操作されるキャラクターであり、自動的に戦ってくれるチームメイトよりも技巧タイプの三節棍のリリーを選び、こちらをクリック、チーム編成が完了しました。吹雪組が来たからにはもうおしまいですよ。
大手柄ですね。ガチャをご利用できるようになりました。こちら。初回は無料となっておりますので、こちらを。印象武装がご利用できるようになりました。こちら。まだまだ。先ほどガチャで印象武装を各キャラクターそれぞれ有効化できる。同じ印象武装を手に入れたら、では印象武装ボタンをクリックして。印象武装にはそれぞれアクティブスキルとパッシブスキルが。アクティブスキルは装着することで、ではこちらから有効化できる三節棍有効化をクリックして、このこちらから有効化でき、もう一度有効化をクリックして、プレビューをクリックすると、印象武装、印象武装お任せくださいでは、ああ、すまない。あれは、いいぜ。あ、ちょっと待ってください。